シルバー民主主義という整理の仕方自体が違うと思ってて、つまり世代間対立にさせちゃってるわけですよ。介護や高齢者医療や年金制度っていうのは誰のためにあるかっていうのは若者のためにある。高齢者の医療や介護を充実させることで、若い人たちがヤングケアラーとして影響を受けることを小さくしてるんだから、